その日、私が起きたのは午前10時を回っていました。大学のゼミは毎朝9時半から始まるのですが、遅刻はいつものことなのでそれほど焦ることはありませんでした。私は前日にコンビニで買っておいたサンドイッチと野菜ソテーを半分食べてからアパートを出ました。大学へ向かう途中、私はおかしなことに気がつきました。街中がやけに閑散としているのです。いつも人々であふれかえる駅前や交差点、そして繁華街を通り抜けたのですが、やはり自分以外に誰一人いないのです。いつも見ている景色ながら、そこはまるで不気味な異空間のようでした。大学へ着き、校内へと入りました。やはり人影は見当たりません。とりあえず私は1限目の授業が行われている教室へと向かいました。教室へ入ると、まるで休校であったかのように誰もいません。私は途方に暮れながら窓際の席から広い教室を一望しました。その時です。私の携帯が音を立てました。恐る恐る携帯画面を見ると、そこにはノーバディという表示。とにかく私は電話に出ました。もしもし、お前なんでここにいるんだ？あなた誰ですか？どうやってここに入ってきた？え？こっちを見てみろ。電話は切られました。その時、人の気配を感じ、窓の外を見ると、向かいの校舎の屋上に人影が見えます。よく見ると中年男性が携帯片手にこちらを睨んでいるのです。男はゆっくり左手を動かし、ズボンのポケットにその手を入れた瞬間、それは体がゴムのように伸び、張り裂けるような感覚でした。気がつくと私は部屋の布団の中にいました。自分の部屋で寝ていたのです。ただ夢にしては妙な現実感がありました。時刻を確認すると8時半。まだ1限目に間に合うとほっとした矢先、目に飛び込んできたのは食べかけのサンドイッチと野菜ソテーでした。私はすぐさま携帯を確認しました。すると電源が入りません。私の携帯は完全に故障していたのです。それにしてもあの時見た男性は一体何者だったのでしょうか。今でも私はあの体が張り裂けるような感覚だけは決して忘れません。しかし異界へとつながる体験は偶然起きるとは限らない。1943年10月28日、アメリカペンシルバニア州フィラデルフィアの海域である実験が行われた。その実験とは、駆逐艦エルドリッジ号の不可視化実験である。簡単に言えば、船体を敵のレーダーから見えなくさせるのである。船体に大量の磁場を浴びせるという実験を開始して間もなく、巨大な緑色の光に包まれ、エルドリッジ号は見事に姿を消す。しかしレーダーはおるか、肉眼ですら見えなくなってしまったのだ。一切の連絡も途絶え、15分が過ぎた頃、駆逐艦エルドリッジ号は再びフィラデルフィアに姿を現す。しかしその艦内はまさに地獄そのものであった。乗組員は発狂する者、全身炎に包まれ燃えている者、そして体が船の甲板にめり込んで同化している者などで溢れ返っていたのだ。エルドリッジ号は姿を消したのではなく、2500キロも離れた農方向機までテレポーテーションしていたのである。この実験はバミューダトライアングルの消失事故を人為的に起こそうとした、またはアメリカ軍が新兵器の実用性を見ようとしたものだとも言われ、真実は闇の中である。この世には我々の想像を超えた不可思議な世界が広がっている。